昨日のお昼、この TBS の赤坂サカスでなんかあのイベントごとで爆笑問題日曜サンデーにこうジャンクのパーソナリティが勢ぞろいみたいなのあったんですよ。公開生放送久しぶり、ああいうこうイベントで大勢来て、で 何人来たの、だ公式発表みたいなないんだよね。ざっと1000人2000人ぐらいで、いやでもあの諦めて帰った人とかこうあの移動しながら見た人入れたら4000、5000ぐらいのね、あともう中国の全人口足しちゃえば10億4000人ぐらい、もうものすごい、だからどこからどこまでがあのお客さんか分かんないから、最終的に山本太郎が指揮してるやつともちょっと繋がっちゃったりしてるし、もう方々のフジテレビとかももうだから2兆人ぐらい来た、まあ、イベントがあったんですけど、そこでなんていうのかな、山里亮太、南海キャンディー、山里亮太の凄さ、技術っていうか、なんつうのかな、ある意味こう言い方変えちゃうとスター性のなさみたいなもの、それをこれはね変な話、会場に来た人よりもその生公開生をラジオで聞いてた人の方が気づくんじゃねえかなと、俺少なくともあの会場の中で明らかに気づいてたのはまあ俺、なぜなら俺も同じような凄さ、そして言い方を変えればスター性のなさみたいなものが、スター性のなさを持ってるって何それ、ね、なさを持ってるっていうことですね。だからステージ上にはおぎやはぎがいて、それで最初10分間ぐらいはあの30分ぐらいはバナナマンもいて、バナナマン、おぎやはぎ、これで山里亮太、俺、あと爆笑問題、TBS のアナウンサーの竹内香奈が、まあ、こう揃ってるわけですけど、結局なんつうのかな、あのスター性がある、バナナマンとおぎはぎバンバン面白いこと言って前に出るんですね。でその時にあのね、よく聞いてると分かるんだけど、まあ、例えば、その時はもうバナナマンははけてて、バナナマンははけてて、でこうメールで来た質問で、もし自分の相方とかもピンの下はピンじゃなくて誰かと組んで、ジャンクをやるとしたら誰と組みたいですかみたいな質問があって、一人ずつ聞いていくシーンがあるわけで、そうするとあの、30代40代の男しかいないのに、例えばこう小木君が立ってあの誰とカップルになるかを迷うあのゲイカップル誕生みたいなこうちょっとしたコントになるわけで、そうすると会場キャーキャー言いながら湧くじゃん、面白いから湧くじゃん、その溜めてる間にあの例えば一旦俺を指さしながら小木くんがその山里くんに行きながら矢作くんに行こうとして爆笑に行ってみたらやってる時にあの山里くんだけは小さい声でリアクションで、あ俺のとこ指さしたのに、あ行っちゃったみたいな、その俺山里を一回指さしたのに行っちゃうんだみたいな、あのラジオを聞いてる人に分かる解説をリアクションを取りながらやる、これはすごい技術でありスター性のなさです。そのわがままに振る舞っても誰かが読み取ってくれるとか思ってないんです。要するにあの僕を見てくださいっていう、なぜなら俺も同じことをやってたからです。月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力、あいつ山里なの、今知った。山里亮太なので俺は今あの俺が武田鉄矢から毎週聞いてるよ一周院くんって言われ続けたのと同じやつのやつね、同じやつのやつを今やってる。いやだけどすごいのは、いやそこにその、まあジャンク自体も統括してるし、それからその爆笑問題日曜サンデーの今期で変わったの、今期で変わったけど一応総合プロデューサーであるところの、この番組も、プロデューサーディレクターであるところのその池田もその会場にいたけど気づいてなかったの。あん時 山里はねえねえ、あの山里は俺はねとりあえずあんまり説明臭くなるのも嫌だけれども
間が面白い芸ではあるから、その、まあ、あの俺たちを指差しながらね、悩んでるっていうのはその会場ではまで成立してる面白いことだから、まああんま説明臭くなってもどうかなと思うんで、あの一応選ぼうとしてすごい迷ってるっていう説明の俺選んでね、俺選ぶのっていう。で、あの山里は俺山里を指さしてますけどみたいな、言っちゃうんですかみたいな、まずはちょっと説明臭いけども、でもね、ああいう丁寧さとか僕は大好きなんですよね。そしてああいう丁寧さのある芸人っていうのはいなくならないけどブレイクもしないそのなんだろうね、あの一生ホームラン王も取らない、4番も座らないけど2番とか8番とかでコツコツ生きてはいけるんじゃない、まあそういうことで山里くんをその、山里くんにメッセージを送ることで俺もそうでいたいみたいなね、俺もいなくなりたくないみたいな、そういうのあるし、それでその爆笑の番組のそのゲストゾーンというか公開生ゾーン終わって、でその後今日のネタ選びとかあるから、俺 TBS 残ってその今日のネタ選びをしてたら、飯をみんなで食いに行くから行きませんかって話になって、その爆笑のスタッフと、まあ、爆笑とそれから竹内かなえと、それとあの俺が入っ俺も入れてもらってご飯食べる、したらさ、そしたらその時何が恥ずかしいっていうかさ、まあ、プロデューサーディレクターの池田はまあいいとして、その構成スタッフでこの前に座ってる渡辺がかぶってるわけ、要するに俺の番組のスタッフでもあるけども、その、向こうの日曜サンデーのスタッフでもあるわけで、その日曜サンデーのスタッフとして渡辺がどう扱われてるかみたいのを見たくないわけ、すごい、わかります、なんか高校の友達と地元で会いたくないみたいな、その感じなんだよ、ね、もしくは中学校の時の友達に高校の友達と会ってるとこを見られると、なんかちょっと変な感じって、え、高校で知り合った友達ってお前の玉金の秘密知んねえのみたいな、俺言ってきてやろか、いいよ、下書きにしてるんだからいいんだよもうみたいな、そういうブドウみたいにすげえあるのいいんだよみたいな、そのやつとかね、怒ると入れ墨出る件はいいんだよもうそれはみたいな、なんかその照れくささがあるわけです。彼はその一構成としてね、フリーライターとしてその爆笑の番組に行って、でまあ一そのフリーライターとして、もしくは愛人契約でここにいるわけです。俺にいつでもアナロは拡張しておくっていう条件のもとにここにいるわけです。でそれがいるんだけどさ、まあ渡辺君のプライベートな話で恐縮なんだけど、彼も不摂生な生活がたたって体が結構ボロボロなんですよ。もうこれでなんかもうありとあらゆる生活習慣病みたいのに、あの黄色信号っていうか、あのなんだろうね、あの夕日ぐらいのね、ああ地中海に沈む夕日ってこんなに赤、いやオレンジ、いや赤、いや上の方は黄色なんだけど結構下の方は赤なの、赤ではない、どっちかなみたいなぐらいの信号が灯ってるわけ相当ね。えしたらこの間聞いたらで、その上まあ根っからのダメ人間だから、まあお医者さんとかってさ、その特にこう高血圧とかもあるから、血圧とかも高いから、大声で笑うのとかいけないんだよね。すな、もうやりづらい、すごいやりづらい、お前やめろよ、お前それで笑って死んで、お前はなんか覚悟の上で笑って死んでるかもしんねえけど、お前のおふくろとか絶対俺の子滑っててくれればみたいな、なんか面白いことを言わないでくれればみたいな感じのね、さほど面白くもないあなたがみたいな、うるさい、白子うるさいお前、ね、本当で、そのそしたらその高血圧だから食べ物を控えなさいって言われてるのに、それがこいつつい食っちゃう、もうさ、よせよ、もう40近くなって前にお菓子があったからってかっこいいセリフじゃないからね、そこに山があるからみたいな空気でお菓子を食べたりするのは、これでお医者さんからこれぐらいのカロリー、体重これぐらい落としてくださいとかって言われてるらしいんだ、言われてんだけど、それがあのつい食べちゃうんですから、なんかそのちゃんとお医者さんがこれでやりなさいっていう食欲を制御する
その薬みたいなのがあって、でそれがさ、引くのがさ、注射なんだよ。注射ってなんていうの、簡単に食欲が制御できるっていうんだけど、筒でお腹こうやって上げて、でそこだからアルコールみたいに塗ってブサッてやって、その注入するとお腹がいっぱいになるっていうでもさ、軟球の永久を3個ぐらい丸飲みしても多分お腹いっぱいになると思うんだよ。その別にだ、その薬がすごいかどうか知んないけど、まあその最近認可された食欲を抑える、そういうなんていうの、体重が重すぎたりとか、その肥満度がすごすぎたりする人の中で、ですごい条件がつくのは、自らの意思では食べるのをやめられない人ね、その屈辱を認める、あ、僕無理です、意思が弱くてっていうのを言わないと、あの処方されない、なんとかっていう薬があるらしくて、それをこいつ最近するわけ、あのご飯食べ行ったりするときに。で俺とかがちょっと軽くチャーハン食いこ、なんか今日ちょっとチャーハンをさ食べ比べをしたいからさ、チャーハン食おうかっていうさ、あ、じゃあちょっと待ってくださいねっつって部屋の片隅でピサッと切ってくるね。もうやっ、ご飯誘うのちょっと気をつけるわこっちと、ナイス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 って言ったら、ね、の僕置いてくんだよ、焼肉行こうよとか話になるじゃんね、ちょ今日みんなで若手で焼肉行くんだよって俺言うけど、お前だって医者にさその飯止められてんじゃねえのとかって、あのね、ちゃんとね、あの全然あの簡単に食欲を抑えられる薬もらってますから、ちょっと待ってくださいね、プスプスあんま簡単に見えませんけどみたいな、いやちょこいつなプス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 ここでもやってるよな、だから朝な夕な飯の1時間前にやってんだよこのプスってやつ、やってるわけ。これでさ、俺からしてみたらさ、だからご飯もなかなか誘いにくいじゃん、誘いにくいし、ご飯誘うときも今日俺はとりあえず誘いながら匂わせるようにして、誘わないとまた拗ねるから、8時ぐらいこれ原稿あるから飯行けそうだなみたいなことを言うと、こいつが7時ぐらいプスッつってる、そのプスーが見たくないから俺怖いから、だってさ、明日は我が身だ、俺だってそういう体重を抑えなきゃ、今んとこたまに病院行きますけど、ほぼ数値大丈夫だっていうことで何もやってませんけど、そのプスやんねやん、その見てるとドキドキして、俺もそんな言える体じゃないからと思ってるから、でそうすると大体俺が原稿書きながら、厚生の渡辺君とそのダイムの原稿とかやってるから、原稿書いてまとめながらさ、6時半ぐらいの段階、8時ぐらいからみんな誘って飯行こうかななんて言うじゃん。それで原稿書き続けて7時5分前ぐらいになるとトイレ入ったりするわけ、ね、それでいて見ないことにしてるわけ、でそうすると向こうのうってちっちゃい声で聞こえて、あ、差しやったな、今ちゃんと差しやがったなみたいな、そんぐらい気使ってんだ俺。そしたらさ、やろう、その飲み会の席の横のところでさ、まあみんなで集まる前、こうゾロゾロ集まるときにさ、あのトイレの方にスーッて行ったら、カバン持ってトイレの方スーッて、女の子でもねえのに、女の子でもねえのにちっちゃいカバン持ってさ、スーッてトイレ行きやがってさ、でよーく身に澄ましてたら、なんかあのそこはなんか変わったネギ料理を食わせる店みたいな和風のとこなんだけどさ、で大正ごとみたいのさ、テロレロレンみたいな流れててさ、水の音とか流れてるところ向こうの方でさ、スッて聞こえたからさ、やってたあいつ今刺してきたなと思って、でゆっくり飯こう食い始まってさ、飯食い終わったからさ、うちの番組と違うのはやっぱお昼のワイドだから結構スタッフの人数がいっぱいいるわけですよ。でそうするとその爆笑とあの竹内アナと俺との他にもなんだかんだで AD の女の子がいたりとか、あとテレフォンショッピングのコーナーを担当してる女の人がいたりとかするわけだ、ラジオショッピング担当して女の人がいるわけで、やってったら本当は15人ぐらい来る予定だったんだけど、なんだかんだであの俺が臭いからかな、12人ぐらいしか来なかったんだよ。で結構余ったご飯が出てきたから、ご飯余っちゃったなーなんて女の子たちが、余っちゃったけどどうするとかしてて、だからなんかさ、鍋ちゃんまだ食べられるでしょみたいなこと言ってるわけで、その女の子に食いしん坊で期待されるみたいなやつが、こいつすげえ嬉しいみたいで、さっきプスってやったのに、お、俺まだ食えるよ、それやったら死んじゃうんだろお前さ、それは死んじゃう、もうゆっくり死んじゃうからダメって言われてんだろ、何あの AD の子にいい格好しようとしてんだよお前、ペロリだよじゃねえよお前、そのペロリをすることで、あそこでペロリでここでぽっくりだと、またお前のその時間差なくあそこでお前死んじゃえばいいよ、時間差なく死んじゃえばお前の火葬代とかはさ、あっちの番組で領収切ってもらうけど、ここで死んじゃったら俺のせいになっちゃうんだから、
あそこでなんかさ、わかんだよ、モテない男子としてはさ、その若い女の子からさ、その渡辺君まだ食べられるよねなんて言ったらさ、ね、あの指突っ込んで入ってでも全然食べれるよって言うのはわかんだけどさ、そんなのやってやってさ、でその後で、その後はもうお開きになるあたりで、田中さんが、爆笑の田中さんがカラオケ行こうかって言いました。カラオケとかな言い出して、いや僕も行きましょうかって、もう何ヶ月ぶりだろうカラオケ、俺と田中さんと、で太田さんはまあカラオケとか、まあ、まあやんないんですって言われて来なかったけど、竹内アナと、でそれこそあの向こうの構成の吉井君っていう構成と、それから渡辺と、それアルバイトの女が何人かでカラオケに行ったしたら、今度カラオケでは俺のいつも言うあの田中のモンスターぶり、あのね田中さん本当にいい人です、本当にいい人だ。だって強いて言えば、さっきのラジオどんなに客前で興奮しても割とリスナーの聞いてくれてる人に向かってフォローするタイプですよ、あの人はね。どんなに売れてもするタイプで、割と心優しいタイプの人なんだけど、中に何かいかつい化け物が潜んでると思う瞬間があるんだ。あの日もみんなでこうやって歌ってたら、田中さんが急にあの銀河鉄道3ね、あのさあ行くんだを歌うつって歌い始めたわけ。でそうするとあの途中のさ、ザ・ギャラクシー・エクスプレス39みたいなあんじゃん、あそこの英語のズラっていうくだりがある。そしてあそこが照れくさくてみんな歌わないわけ。みんな普通はあそこが照れくさいじゃん、ね、でしかもね、前に竹内アナって四国市場だからアメリカ育ちだから、ネイティブの英語バリバリの本場の英語の人がいる前であそこできねえだろって俺は思うわけ。あの人はもう恍惚の表情であの下りを、ま、上手なんだけど、こう、うわーって浴びせるわけ。終わった後に、田中さんね、よく目の前にネイティブがいるところであれやれますね。ね、いや竹内ちゃんはネイティブかもしれないけど、俺はもう要するに俺の英語は完全な耳コピで、何万回もその曲を聴いてそのまま覚えてるから、むしろアメリカで暮らしたやつよりもすごいんだって言い出すわ。何その理屈って思うんだけど、これでしばらく英語の歌気持ちよく歌ってて、ビリー・ジョエルもついに洋楽です、ビリー・ジョエルの素顔のままで歌い出すって、洋楽じゃん完全。これでこううっとり洋楽歌ってるわけで、俺たちからしてみたら、竹内今発音変なとこないのみたいな話をね、これ本人うっとり言ってやっていいんだよって、こんなうっとり歌ってるけど発音変なとこないのって言ったら、田中さんが遮って、もし発音が変なところがあるとしたら、それはビリー・ジョエルがなまってるからだからって言い出してそれはビリー・ジョエルのせいで俺のせいじゃないからってずっと歌っててうわー、なんかあんなちっちゃな人がでかく見えた、ダブルの背広で送金馬の体重130キロぐらいの2メートル近い人に見えた